はい、今日は天王座イルでね行われている北欧のねなんかねあのお店を集めたなんか即売会じゃないですけどなんかそういうのをやってるんですよ。なのでちょっと来てみました。なんかね可愛らしいこういうグラスとかねなんかそういうのも売ってるんでちょっといろいろと見ていきたいと思います。結構コーヒーカップ系がいろいろ売っているのでいろんなところもね結構置いてるところが多いんですよね。なのでコーヒータイムするのにこれねマグとかコーヒータイム用に何か一脚買っていってもいいかなと思ってます。革製品も売ってますね。これのこのコーヒーカップ結構かわいい。これいくらなんだ。5,500円、結構高いな。家具とかも売ってますね。結構ねマグカップ系がねかわいいんですよね。こういうのコーヒーカップが7,500円、だいぶ高い。あーそれもいいじゃん。うん、いいねそれ。うん、いやどれもね結構の値段、いい値段する。こっち側の緑色のやつもいいね。これもいいしな。これも結構かわいい。大体7000円ぐらいする。かなりだ。何それ。うん、これもねいいね。カバー何ですか。これいいな。5,300円、在庫あり。素敵。うん、このグラスすごくいいなと思ったらヴィンテージらしいですね。1964年から88年って書いてあります。4,290円。これちょっと欲しいな。ソーサーと合わせると2200円プラス、うん、悩む。どうしてもこの色が気になるんでちょっと買おうかなと思います。今話をしてるんでね、それが終わったら。結構気になるやつが多いんですよね。この模様とかもね結構かわいいし、これでエスプレッソとか飲みたいな。下のねこのやつもかなりいいんですよね。いや気になるものが多いけど結構いい値段をみんなします。このグラスもかわいい。カップ買っちゃいました。なかなかいい値段するんでちょっと帰ったらねあのコーヒータイム楽しみたいと思います。奥さんはここでグラスを買ってました。このグラス系も、まあ、ヴィンテージなんで高いんですけど、ね、どれもね可愛らしくていいですね。ありがとうございます。コーヒータイムということで、あのさっきね天王洲でやっていた北欧市、ちょっとネットで調べたらね、あの会のイベントの名前はね北欧市っていうらしかったんですけど、その北欧市からね帰ってきたんで、まあ、コーヒーをね入れて買ってきた。こちらねこれこのねコーヒーカップ使ってコーヒーをいただこうかなと思います。まあとりあえずねコーヒー入れてそっからですね話は。まずはね蒸らしから
いやなんかで、まあ、家にねずっとこもりっぱなしだったんで、ちょっと奥さんとね、まあ、ここ最近ねずっと家にこもってたんで、奥さんとちょっと外出たいねみたいな話して、でそれで北欧市にね、近所でやってるっていうことなので、で見に行こうって言ってきたんですけど、なんか思ってた以上にね、その可愛らしいもの、ちょっと興味がね惹かれるものがね多くて、でしかもそのコーヒーカップ系がかなり多かったのかな、まあ売れるからなのかもしれないんですけどね、そのバイヤーさんみたいなのが、まあいろんなねバイヤーさんみたいなのがいて、でそのバイヤーさんがね独自に仕入れてくる、向こうその北欧スウェーデンとかね、そちらの方に行って仕入れてきてるらしいんですけど、でそれでね、まあ、日本で売れるからなんでしょうね、今コーヒーとかも流行ってますし、まあ、それで売れるからっていうことで多分品揃えが多いんだと思うんですけどね、なんかねすごいいろんな種類があって良かったですね、まあ、ヴィンテージのものがほとんどで、なんか僕よりもね年齢が上のコーヒーカップとかね、ガラスのグラスとか、まあ、そういうのがねたくさん売ってましたけど、まあどれもね魅力的で欲しくなるんですけど、まあ、ヴィンテージっていうだけあってね値段がね高いんですよねまあ言ってもそこまでべらぼうに高いなんか数万とかねいうものはほとんどないんですけど、まあそれでもね1万円近くいくようなものはほとんどだったので、と色落ちました。なんでなかなかねあれでしたね、ポンポンと買えるような値段ではなかったですね。はい、ということで、じゃあコーヒーをねせっかく行ってきて買ってきたのでね、買ってきたグラスでコーヒーをいただきますかね。こうやって入れた方がいいかな。はい、じゃあコーヒーをいただきたいと思います。はい、コーヒーいただきます。なかなかねいいでしょこのね下のねここのラインっていう、あとねこのねわかるかな、この中のグリーンがねすごい綺麗なんですよ、まあ、こちらで見た方がわかりやすいかもしれない、このソーサーのねで見た方がわかるかもしれないですけど、ここのグリーンがねなかなか綺麗で、茶色とグリーンがね竹とかをイメージしてんのかな、なんかここのところねすごい綺麗ですよね。はい、ということでいただきます。うん、美味しい。うん、いいね、コーヒーカップでこうやって、まあ最近はねマグカップとかで飲むことが多いですけど、こういう風にねコーヒーカップ、昔はね結構そのなんでコーヒーカップ集めるのが趣味だったんですけど、まあ、こういう風にね またなんか可愛いやつがあったら買っていきたいと思います。うん、こっちの方がねコーヒータイムやるにもすごくなんていうのテンションが上がるっていうかね、まあ、仕事中とかに飲むにもねこうやってソーサー付き、まあ、ソーサーがあるとね片付けとかがめんどくさいんでなかなか使わなくなったりとかするんですけど、やっぱり操作あるといいですよね。ということで皆さんもねどっかで可愛らしいコーヒーカップね見かけたら買ってコーヒータイムやってみてくださいっていう感じで、バイバイ。